こんばんは、シュンパイロットキョウキョウです。さて、マイクロソフトフライトシミュレーターに新しいアップデートの島アップデート13がやってきました。今回の動画では先行して公開した島アップデート13のベータバージョンの動画からどんな機能が加わったか、今後のアップデートの内容についてご紹介をしていきます。それでは今回のアップデートの更新部分をご紹介していきます。まず大きく変わったこととしては、デフォルト版のボーイング787-747CJ4 で SIM ブリーフが使えるようになったことです。この機能が加わったことにより、あらかじめ SIM ブリーフでルートを作成していれば、フライトコンピューターのルートページにあるリクエストを押すことで簡単にフライトプランをインポートすることができます。長距離を飛ぶ場合、非常に長いフライトプランを打ち込む必要がありましたが、今回のアップデートによって入力の手間を減らすことができます。また、ボーイング787は新たに EFB が使えるようになっており、離陸用の計算を行うことができるようになっています。SIM ブリーフのインポート方法、そして EFB の詳しい使い方については、ベータバージョンの動画で紹介をしています。ボーイング747-787でコックピット視点から外部視点に切り替えると、なぜかフライトプランを外れてしまうといったバグがありましたが、今回のアップデートでその挙動が改善され、外部視点にしていてもルートから外れなくなりました。ボーイング747-787の悩みの種だったため、非常に嬉しい修正です。コントローラーを使用してコックピットの視点を操作すると、画面の中央を表す白いドットが表示されます。この白いドットがいちいち表示されるので邪魔だなぁと思ったことはないでしょうか。アップデートによってこの白いドットを消す方法が追加されています。マイクロソフトフライトシミュレーターのオプション画面を開きます。ジェネラルオプションズを押します。アクセシビリティを押します。下にスクロールするとカーソルセッティングがあります。Show the white dot cursor in free look をオフにします。F11 を押して設定を反映します。これでコントローラーを使用して視点を変更した際、白いドットが表示されなくなります。白いドットの修正以外に、フライトシミュレーターがクラッシュすることを防止するため、フライトシミュレーターの安定性の向上とメモリーの最適化が行われています。最後はワールドアップデートの修正です。対象はワールドアップデート2の USA から、最近公開されたワールドアップデート14の中央東ヨーロッパです。この修正では主に空港のオブジェクトの修正と地面のテクスチャーの修正が行われています。コンテンツマネージャーの中に追加のアップデートがありますので、対象のワールドアップデートを導入している場合は忘れずにアップデートしてください。その他、ログブックの改善やアクティブポーズを行った際の挙動の改善など細かな変更が行われています。これらの機能が気になる方はベータバージョンの動画を参照してください。最後は今後のマイクロソフトフライトシミュレーターに実装される予定のアップデート等の情報です。紹介する内容としては3つとなります。まず1つ目が、日本の機体である三菱重工業さんが開発した MU2 の追加です。現在、マイクロソフトフライトシミュレーターとイニビルドさんが協力して、三菱重工業製の MU2 を製作しています。すでに機体の外観やコックピット、システム等は完成しており、あとはリリースするために必要なライセンス待ちとなっています。コックピットはガーミン製と昔ながらのコックピットの2タイプが用意される予定になっています。こちらは実装されたら飛ばし方をご紹介していきたいと思っております。2つ目は10月31日にリリース予定のワールドアップデート15です。ワールドアップデート15のタイトルは北ヨーロッパとグリーンランドとなっており、ワールドアップデート5北欧ヨーロッパで追加されたノルウェー、スウェーデンなどの北欧を強化するアップデートになりそうです。
評価される国については、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、デンマーク、アイスランド、グリーンランドの6つです。すでにマイクロソフトフライトシミュレーターの開発ライブストリームで、ガヤシミュレーションズさんが作成したランドマークや空港の一部が公開されています。追加される内容については、90箇所のランドマークと衛星写真化された都市、そして5箇所の手作り空港が追加される予定になっています。北欧が好きな方にはおすすめのアップデートになりそうです。リリースされるまで続報を待ちたいと思います。最後に12月にリリースされる予定の島アップデート14です。この島アップデート14では2つの機体の新たな情報が公開されました。一つはエアバスの A320neo です。なんとイニビルドさんが島アップデート14と同じタイミングでエアバス A320neo をリリースするそうです。ただし追加予定の機体についてはデフォルト版の A320neo を置き換え予定とはなっていません。デフォルト版の A320 のお隣にイニビルド製の A320 が並んで表示される予定になっています。ボーイング747-787と同じようにデフォルト機と置き換えない理由については着陸チャレンジが壊れてうまく機能しなくなる可能性があり、新しい機体用に修正するためには多大な作業が必要になるためということが理由のようです。追加されるエアバス A320neo のレベルについてはマイクロソフトフライトシミュレーターの40周年アニバーサリーエディションで追加されたエアバス A310 と同等のレベルを目標にしているようです。このレベルが実装されれば Xbox 版でもフライバイワイヤー A320 のような高性能な機体を手に入れることができそうです。ただし値段の情報は公開してくれなかったので、もしかしたら無料ではなく有料で実装されるかもしれません。続報を待ちたいと思います。もう一つ更新される機体はプレミアムデラックス版で追加されるチーラスの SR22 です。こちらはワーキングタイトルさんが担当し SR22T GT6 に置き換えられます。この変更で何が変わるのか、チーラスの公式ページを確認したところ、機体にターボチャージャーが搭載されることによって速度が速くなり、巡航高度も高い高度まで対応できるようになったりと、全体的に機体の性能がパワーアップします。アップデートではワーキングタイトルさんとこの機体を開発販売を行っているシーラス社とマイクロソフトフライトシミュレーター開発チームのメンバーが互いに連携して SR22TGT6 用の新しいアビオニクスの追加と機体の挙動の改善が行われる予定になっています。シーラス系の小型機が好きな方に朗報なニュースです。以上3つのニュースが今後マイクロソフトフライトシミュレーターに追加される内容となっています。島アップデート13の追加内容と今後のアップデート情報をご紹介しました。今回のアップデートも便利な機能が追加されており、今後も多くの機能が追加予定となっているためリリースが非常に楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは良いフライトを。